こんにちは、ネマです。パワープルアプリやっていきます。今回は、今日のサクセスウィーク、デッキはどうする野手投手、名強編いきたいと思います。でですね、本日、ドキドキサクセスウィークの3校目が開校されまして、今回は名強高校をみんなでプレイする形になるようです。で、名強高校なんですけど、まあ、こういった形で、キャラ一人一人に音符、まあ、役割がついていますと。で、これをうまく噛み合わせながら立ち回っていくことが非常に重要で、ものすごーく難しいです。デッキの組み方が。正直、その皆さんがお持ちのキャラ、それをまず核となるキャラを並べて、あとはその色味がある程度バランスよく並べるのか、もしくは、この青一辺倒とか緑一辺倒とか、まあ、どういう形にするかとか、いろんな要素が関わってきます。結局、そのキャラから取れる金の特殊能力も個々で違うので、まあ、本当にこう繊細なデッキの組み方が大事になります。その前提で、まあ僕は多分こうしますよという話と、おそらく生放送でまたサクセスすると思うので、もしよくわかんないよという方は、ちょっと僕の生放送に来ていただいて、それを見ていただくのが一番早いと思います。多分夜またやれるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ、お時間ある方は見に来てくださいという話と、僕に関しては、打撃固めで行くと思います。ちょっと構成自体はまだ決めかねてるんですけど、まあ、決まっている箇所は、佐伯、あとは新島は多分使うんじゃないかなと思います。で、まあ、ここの高校なんですけど、選手権彼女が非常に使いやすいです。というのも、ノーマルの彼女だと、ラブパワーを起こさないと、この高校固有の楽譜をもらうっていうコマンドがあるんですけど、それがラブパワーを起こすことがノーマルの彼女は条件になるので、結構難しかったりします。序盤パッと取れれば、それはそれでもう終われるので、非常に楽ですし、あとはダンジョンのテーマみたいなのもあるので、その彼女が受けられる恩恵も大きいです。ただ、普通にコントロールをやりやすくするんであれば、選手権彼女の方が僕の経験上は良かったと思います。で、安定感を取るんだったら、多分この、新島なり、あとはハッチとか、他には、誰だろう、ミソノとかが、まあ、使いやすいんじゃないのかなと、個人的には思っております。で、これは育成のコツを見た方がおそらく早いので、ここを見に行きましょう、というところで、このシナリオでは楽譜を演奏することで野球部の練習が活性化します、ということで、まあ、こういった形で楽譜が、いろんな楽譜がもらえますと、で、これを奏でていくことで、練習経験点のアップとか、コツイベント経験点のアップとか、まあ、もろもろいろんな恩恵が受けられますと。で、これが、さっき関係したキャラについている音符ですね。で、練習、各練習場所にいるキャラが持っている音符を指定ターン以内に4楽章を奏でると、楽譜コンプリートボーナスというのがもらえて、まあ、特殊能力だったり、金の特殊能力だったり、あとは、こなすごとに経験点が大きく入るので、まあ、基本的に楽譜は全部こなしていった方がベターです。序盤の方は無視してもいいんですけど、後々の楽譜は大体こなしていった方がベターっていう話と、あとはそこで足りない経験点を補っていくような形ですね。よかった、うまく説明できた。で、楽譜はセクションの開始時にもらえる他、イベキャラからも取得できますと。で、さっき僕が話したやつですね。彼女候補キャラは練習後イベントでラブパワーが発動した時にもらえますと。これ結構難しいので、まあ、考えようによってはっていうところですね。あとは、まあ、レイリーを、まあ、最悪抜いて、サガラとかもありかなと思ってます。ちょっとサガラ試すかもしんないです、僕。今なんかサガラ出てて、うん、サガラありかもなって思いました、普通に。サガラを試すかもしれません。ちょっとま、今考え中というところですね。結局、ここの高校は、ま、タック寄りの高校で、で、まあ、レイリーのタックって正直大したことないので、まあ、全然経験点入んないんですよ。全力みたいに、こう、かさ増しもできないので、正直レイリーのタックは今回相当弱いだろうなっていう感じで思って、まあ、それでも補給上限、プラス、
まあ独身図が強いって言われたらそうなんですけど、まあ機会3回しかないので、できる限りこう不確定、金属不確定のところ減らしたい、まあ気持ちもありますし、個人的にはね。あとは相良自体がまあ非常に強い、プラスダンジョン高校のテーマをね、くれる彼女になるので、結構キーマンになるんじゃないかなと思います。まあ僕多分1回は試すんじゃないかな。で、まあすごい大事な情報を皆さんに発信してるんですけど、これで相良使ってめっちゃいいのできましたって方はぜひ、参考になりましたとかね。ぜひ、高評価とコメントをお願いいたします。まあ、多分、相良がかなりおすすめな彼女です。で、音符を集めようと。僕はもう全部説明してますね。名曲かなりやり込んだんで、僕も。型デッキもやりましたし、まあ、変化固めも打撃固めも、もう本当にいろんな高校のサクセスバンバンやっているので、僕は。ある程度、こう、絶対皆さんにお伝えできる情報ってあるんですよ。で、この辺も説明したところなので飛ばしますと。で、譜面コンプリートも説明したので飛ばしますと。ここはアイコンタクトもらってますね。で、緑がガード、紫がレンジャー、青がバウンサー、赤がスナイパーですという感じでこういう風に役割が分かれてます。で、これをどう配分していくかっていうのは、各キャラが持っている音符じゃないや、楽譜によりけりなので、正直、これバランスよくしたからといって、いい方向に転がるってことではないです。まあ、ばらつかせた方が、こう、まんべんなく取れるのは間違いないんですけど、もう狙い撃ちしてこれとこれっていう風に決めれば、そんなに苦じゃないケースの方が多いです。まあ、経験上。なので、まあ、楽譜どれ選べばいいんですかっていうコメントをされると、僕も全部把握してないのでわからないんですけど、そこは、Google 検索してくださいという回答になります。で、それを見ながら、僕のデッキは、この金徳とこの金徳を狙いに行こうと。で、この金徳とこの金徳を狙いに行くときは、例えば青の音符が非常にいっぱい使われるから、じゃあ青のキャラ多めに入れようかなとか、そういうデッキの組み方です。で、間違いないと思います。はい。で、補足説明がざーっとありますね、と。難易度は曲ごとに固定ではなくて、各曲に、はい、かみました。3つの難易度の楽譜が存在しますと。いう話と、で、これ多分分かりにくいと思うんですけど、金徳をもらえる譜面は、6人のイベキャラの3枚目と6枚目にもらったやつで、それって、楽譜のコンプリート難しいんですよ。1枚目、2枚目に比べて。まあ、1枚目がレベル1、1枚目がレベル2、レベル3、3枚目。で、またレベル1に戻るって考えていただければ大丈夫です。これで伝わるかな？まあ、わかりやすく話してるつもりなんですけど、もし伝わってなかったら、この育成のコツをざっと読んでいただいて、コメントしてください。読む前にコメントされると僕も手一杯になるんで、ぜひ読んでください。で、それでもわかんないよって方は生放送来てください。以上です。という話と、まあ、そこの3枚目、6枚目の楽をまず何狙うかを決めて、で、それが決まったら、じゃあこれ何色が多く使われてるだろうなってことをしっかり確認して、その上でデッキを組みましょうというのが間違いないと思います。あとはデッキのバランスとかもあるので、その辺は皆さんの手持ちキャラによりけりですと。で、相棒イベキャラのエールタック発動イベントでも楽譜がもらえますと。いうのが、まあ相棒キャラ、実装前にこの高校来たんで、そういう形になってますね、というところです。で、あとは、特にないよね。多分特に、ないと思います。で、あと、ここの黄色の音符システムのところかなり大事です。各キャラの評価が160以上になると音符を2つ放出しますと。名強のキャラもそうなんですけど、モブキャラも評価が高まってくると2個音符を出してくれますと。なので、1つ大事なのが、チームメイト評価をアップさせるキャラ、もしくはいいやつをくれるキャラ、大事です。めっちゃ大事ですと。なので、ここは、多少頭の片隅に入れた方がいいと思います。まあ、僕はさっき相良がちょっとポイントになるかなって話もしたんですけど、相良と同時に、あとは金丸をちょっと押してます。まあ、個人的に。結構金丸がハマった回が多かったので、個人的にやってた時にね。
その辺の動画も多分残ってると思うんですけど、結構金丸がハマったので、まあその辺の二人がキーマンになるのかなという感じはします。まあ僕が実際使うかどうかわかんないですよ。ただその二人は使ってて感触すごい良かったです。シンプルにね。なので、まあその辺は入れる可能性はあるかなと。特に金丸は一応打撃とメンタルの二種練習なので、メンタル回復しないんですけど、対して。なので、まあその辺は使いやすさはあるかなという感じはします。まあフィニッシュがしやすいっていうのと、まあ佐伯は確実に入れるので佐伯とダブルタック組みやすいというところで、まあ使えるんじゃないのかなというふうに思います。はい。まあそんなところかな。まあ以上を踏まえて、まあ僕は、まあこの新島を入れるデッキとか、あとは相良ですね。まあちょっと相良を入れたようなデッキを組んでやってみようかなというふうに思ってます。まあカンパチ、そして野牛の枠は誰か入れ替える可能性はあるんですけど、まあこういう形で、まあ核となるキャラは、まあ名教高校のこういうキャラで、最初から音符を2個出してくれるシドレミ。そして佐伯、まあこの辺は核になってくるのかなという感じはします。まあ、タックが非常に大事な高校にはなるので、まあ、もちろんその、まあ、覚醒のサイガーとかね。覚醒のサイガー普通に強いです。普通にめちゃめちゃ強いです。とかも使うのもありですし、あとは、波風とかが、ハチマキメーカーとかはかなりハマると思います。個人的に。まあ、その辺を使いながら、ちょっとやってみようかなと思っております。ぜひぜひ皆様もどういう形でデッキ組んだとか、もうすでにやれた方はね、やった感触こんな感じでしたよ、みたいなコメントをいただければ嬉しく思います。ちょっと皆さんでこうまた意見交換しながら、こう、みんなでね、いいデッキを組んで、いい結果を残せればいいかなと思っております。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。